ラタン・チリは、チリの首都のサンティアゴでチレを、本拠地としているラタン航空グループの航空会社で、チリのフラッグキャリアでもある。ラタン・チリは、南米チリ最大の航空会社で、世界有数の航空連合である、ワンワールドの一員である。本拠地は、サンティアゴでチレのアルトゥーロメリノ・ベニテス国際空港で、マイアミ国際空港及び、 ペルーのリマ市にあるホルヘ・チャベス国際空港もハブ空港としている。チリ国内やラテンアメリカ、北、アメリカ、オセアニア、およびヨーロッパへの路線を運行している。また、アルゼンチン航空とともに南極経由でオセアニアへ路線を持つ数少ない南アメリカの航空会社であり、世界で唯一チリ国内のイースター島への路線がある会社でもある。 航空券の座席予約システムはサーブルを利用している。デハビランド DH-60G ジプシーモスボーイング707エアバス A320 シリーズラン航空は、チリの空軍将校、アルトゥーロ・メリーノ・ベニテスによって設立され、サンティアゴでチレとアリカの間で、デハビランド DH-60G ジプシーモスにより1929年3月5日に、航空郵便の運航を始めた。 その後1932年にランチリの名称になった。このランは当初リネア・アエーリア・ナシオナルの頭文字だったが、後にラテン・アメリカン・ネットワークの頭文字とされた。第二次世界大戦後にダグラス DC-3 などのアメリカ製旅客機を導入し、ブラジルやアルゼンチン、ペルーなどの近隣諸国への路線を増やしたほか、国内線を充実させた。 1960年代にはボーイング707を導入して北アメリカやヨーロッパへの路線を開設した。またボーイング727を導入し国内線や近距離国際線のジェット化を進めた。1989年9月に前年に行われた国民選挙でアウグストピノチェとの長期政権が否決されたチリ政府は持ち株会社のイカローズンを呼び、 スカンジナビア航空へこの会社のほとんどの資産を売却し航空会社として民営化された。チリの独占禁止法委員会は1995年8月11日にこの国の2番目の航空会社で国内線と南アメリカ行きな路線を運行していたラデコランチリが運営することを認めることとなった。1998年10月にランチリは ラデコを吸収合併することとなる。2004年3月現在、ランチリ及びその子会社ランペルー航空、ラン、エクアドル及びランドミニカーナは、ラン商標の下で統一されることになった。2004年6月17日に、ランチリは、この最小評価の過程の一部として、ラン航空に名称を正式に変更した。2010年8月13日、 ブラジル最大の航空会社であるタン航空を買収することで合意。2012年6月22日に正式に合併した。合併後のグループ名はラタニエアラインズグループ SA。新会社は世界11位の規模となる。なお、タン航空はスターアライアンスに加盟しているが、 ラタン発足後の航空連合を一本化に関しては2012年まで結論を保留する方針とされていた。2013年3月7日、ワンワールドは2014年4月から6月の第2、四半期にタン航空がスターアライアンスを脱退し、ワンワールドに加盟すると発表。また、ラン航空市会社のランコロンビアも2013年10月1日に、 ワンワールドアフィリエイトメンバーとして正式加盟することとなった。ラタンチリの就航都市、拠点ラタンチリの就航国ラタンチリは以下の航空会社とのコードシェアサービスを行っている。2019年9月現在、ラタンチリの機材は以下の通りである。ラタンチリは フラットホイット 2PW6000 を搭載するエアバス A318 とインターナショナルエアロエンジンズ V2500 を搭載するエアバス A320 のローンチカスタマーである。ありがとうございます。